離れてよ。大きいんだから、お願い、近づけないで。今日どうする？お茶する？そうだね。おーい！やっ！兄貴、お仕事ご苦労さん。こんにちは。どうも。今日も怪獣探して西東っすか？おい、月曜日だからな。そうだ、はい、怪獣見たら連絡してくれたまえ。誠さんの携帯番号、 UFO マンコの写真もバッチリ押さえておきたいしね、報道部員としては。その名前は、ここで曲の途中だけどニュースが入ってきちゃった。先ほど新橋汐留付近で怪獣が出ちゃったって。まあみんな気をつけちゃって。出たの？遠くから出てきた。うん、いつ怪獣が出てきてもいいように君たちのそばで待機していた。そう、出動だ、 UFO マンコ、行きます。三姉妹、はい、この通りは封鎖します。危険ですので迂回してください。潮止め周り各移動。鉄道発祥記念碑付近より現れた怪獣は現在昭和通りと中央通りをループしつつ時速80キロで逃走中。いやいや、絶対いや。何を言ってるんだ。怪獣が出たら退治するのは当たり前だろう。でも先週見たくなったら、いやあんな恥ずかしいのもう嫌だよ。そこがいいのだ。そこが、え、いや別に。はいはいはい。 なんだね。僕考えたんですけど、僕らもシルクと同じように UFO マンの肉体を分けられたんだよね。うん、だったら僕らも変身できるんじゃないですか。まさか。あ、まあそういうことだな。だったら僕が変身するっす。地球の平和は僕が守るっす。おお、やってくれるか。よし、今から君が隊長だ。任せてちょんまげっす。アルティメットガール出動。新橋まで赤坂見つけ乗り換えで190円っすね。は、はい。実は僕巨大ヒーローに憧れてたっす。一度変身して戦いたかったっす。全部脱ぐんだ。こいつやる気があるのはいいんだが、
準備完了っす。え、丸出し。よし、 UFO マンコに変身だ。うんや、アルティメットガールス。UFO マンコは鉄道怪獣シュポを倒すことができるのでしょうか。あれは先週とは違う。二人目の UFO マンコですよ。アルティメットガール、なんと巨大ヒーロー自らが名乗りを上げました。その名はアルティメットガール。なんだよ、 UFO マンコの方がいいのに。当番組では今後女性型ヒーローを全てアルティメットガールと呼称いたします。いや、そんな。アルティメットガールか。何やってんだよ、あんまり時間ないのに。弱いな、つぼみくん。いかん、エネルギー切れだ。もうすぐつぼみくんも先週のシルクくんみたいに全裸になってしまうぞ。別に気にしないっすよ。え、けど裸見られてしまうんだちょ。そんなの恥ずかしがってたらヒーローはやってられないっす。でつぼみったら恥ずかしくないの。あ、コスプレのつもりなのかも。あいつコミッケとかに出入りしてるみたいだし、ゆえに離れしてて当然だからって。そんなこと言わずに少しは恥ずかしなってくれ、頼む。大丈夫っす、ヒーローはそんなこと気にしないっす。こうなったら必殺技っす。あ、そんなのあったっけ。行くっすよ、アルティメットヒール。どうして出ないんすかビーム。先週シルクが出したやつ全然エネルギー不足だ。消えた。アルティメットガールが突然姿を消しました。どこへ行ってしまったのでしょうか。UFO マンコー、カムバーク。はあ、もっと戦いたかったっす。君ではいかんのだ、やっぱりシルク君で行くしかない。え、先週怪獣を倒した実績もあるし。でも
みんな見てるし、マコトさんも近くに来てるはずだし。シルク。良いですか、ビビ。山となでしこたるもの、決して人前で肌をさらしてはなりません。はい、母上。命の恩人の頼み、聞いてくれんか。でも、ああ、いかん。シルク君がやってくれなかったら、東京はおしまいだ。確かに、誰かがやらなきゃいけないことだけど。でも、でも、シルク君、俺がやろうよ。待って。私が出る。ビビアン。これまでの2人のアルティメットガールとは明らかに違いますね。強いて言うなら、そう、アルティメットガール巨乳。そのまんまです。おっしゃ。裸になる前に蹴りをつける。早すぎる。なんでたったの3分も持たないんだ。せっかく私がやる気なのに。前回はもっと我慢してたじゃないか。聞いてるのか。申し訳ない。だってよかったんだもん。なぜだ、なぜ私の攻撃は怪獣に通用しないんだ。お前はまだ分かっていないのだ。怪獣を倒すために必要なものが何か。必要なもの。そうだ、パワーならあるぞ。違う。身長だって負けてない。そんなことではない。胸だって人並み以上ある。おお、確かに人並み以上だな。これは、時間なので皆さん自分で確かめてください。ああ。